はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は一問一答シリーズの第42回目、植物の環境応答の、まあ、様々な種類について確認していきたいと思います。まあ、様々な種類とは言っても、今回主に確認するのは、まあ、植物の成熟、老化のお話や、あるいはですね、気候の開閉に関するお話になります。では早速、問いの一番からやっていきましょう。問い1。 エチレンとアブシシンさんの働きに関する記述として最も適当なものをそれぞれ一つずつ選べ、センター試験2013年の問題となります。ではまずエチレンの働きから探していきたいと思います。で、まず1番から4番ですが、これらはね、種子の発芽とか休眠のお話が出てきていて、エチレンは関係していませんので、まあ、なので1番から4番は一旦消して、5番から8番を見たいと思います。 まあそうすると、まあ、落葉をね、促進するか抑制するかって出てきているんですけど、エチレンは落葉を促進するホルモンですので、まず5番か6番に絞ります。そして、果実の成熟に関しては、エチレンは促進するホルモンですので、まず、エチレンは5番が正解となります。ではもう一つ、アブシシン酸の方について考えます。で、アブシシン酸の方が、そのね、種子の発芽休眠に関係しているんですけど、特にアブシシン酸は、種子の発芽を 抑制するホルモンとして働きます。まあ、なので、3番か4番ということになります。そして気候の改変についてですが、アブシシン酸は気候を閉じさせるホルモンとして働きます。まあ、なので、アブシシン酸については、4番が正解となります。 特に、このアブシシン酸というホルモンは、乾燥に対して応答するホルモンとして覚えておきましょう。そうすると、まあ、種子がね、その乾燥下に置かれているとき、まあ、発芽するのは良くないですよね。だから、アブシシン酸によって休眠、ね、発芽を抑制しますと。また、気候をね、閉鎖するときに関しても、乾燥しているときに気候を開いてしまうと、どん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 、蒸散によって水分を失ってしまいますよね。 だから、アブシシン酸が働くことで気候を閉じて、まあ乾燥に耐える。ね、そういう応答になります。では、問いの2番に行きましょう。植物ホルモンの作用の記述として最も適当なものを1つ選べ。センター試験2016年の問題となります。では、1番から見ていきましょう。蝶芽が,が成長しているとき、側芽においてオオキシンはサイトカインの生成を促進する。まあ、これは、 長が優勢のお話ですが、即芽においては、オーキシンがサイト解認の合成を抑制しますので、1番は×となります。2番、アブシシン酸は気候の閉鎖を促進する。これ先ほど出てきましたね。ということで2番が正解。3番、ジベレリンは種子の発芽を抑制するではなくて、発芽を促進するので3番× 4番、エチレンは理想の形成を抑制するではなくて、エチレンは理想の形成を促進するです。なので4番も×ということになります。 よって2番が正解です。では問いの3番に行きましょう。植物の環境応答に関する記述として最も適当なものを1つ選べ、センター試験2018年の追試の問題となります。では1番から見ていきましょう。フォトトロピンは主に赤色光の需要に関わる。フォトトロピンは生殖光の需要ですので1番×。2番、超実植物は連続した免疫の長さを感じて化学形成を行う。まあ、これ次回扱う内容なんですけど、基本的に その超実植物、単実植物というのは連続した暗記の長さを感じていますので、ここ、明記っていうところ、×ですね。よって、2番違うと。で、3番、重力の方向に関わる根幹の細胞は内部にデンプン流を含むということで、これね、3番が正解なんですね。で、この時含んでいる物質のことをアミロプラストと言います。特にその根幹の中には、 平行細胞、あるいはね、コルメラ細胞というものがあって、その中にアミロプラストというものがあるんですね。で、そのアミロプラストが沈行する、沈む方向に、オーキシンは、まあ、主にね、輸送されることになります。まあ、それによって重力屈性が、まあ、生じているんですが、まあ、よってね、3番が正解ということになります。で、4番。気候の開口は乾燥によって促進されてはまずいですよね。乾燥しているときは気候はね、閉じますので、4番×で、5番。根は負の水分屈性を示す。 まあ当然ですね、根っこは水分を求めて伸びていきますので、生の水分屈性となります。なので、負というところが×なので、5番違う。よって3番が正解でした。ではここで、今回の内容に関する知識の確認をしたいと思います。まずは植物の成熟、老化のお話から。で、果実の、ね、成熟というお話があります。で、果実の成熟というのは、具体的に、火、ま、比、あの軟化、変色、糖類の蓄積を指して、これはエチレンによって促されています。 まあ例えば、リンゴとバナナを一緒に置いておくと、リンゴからエチレンが放出されて、そのエチレンによってバナナが成熟する、熟す話がまあ有名なんですけど、それがね、このお話になります。また、葉の老化ですね。これはですね、具体的にその葉の中に含まれているクロロフィルが分解されたり、または、その葉っぱの中にあるまあアミノ酸が他の部位にね運ばれるという現象があります。それは天竜と言うんですけど、これが葉の老化という現象になります。 で、それを促すのが、まあ、アブシシン酸やエチレンです。一方で、そのね、歯の老化を抑制するホルモンについてもよく聞かれるんですけど、これはね、サイトカイニンですので、しっかりと覚えておきましょう。また、落葉落下の現象なんですが、これは理想というものが形成されることによって起こります。で、それを促すのはエチレン。そして、これをね、抑制するホルモンもよく聞かれるんですけど、えー、それはオーキシンとなります。ということで、ね、ここに出てきている 現象とホルモンの関係はきちんと覚えておきましょう。そして気候の改変についてなんですが、基本的に気候というのは、光合成に必要な二酸化炭素を取り込むために開き、また、蒸散による水分の損失を抑制するために気候を閉じる。まあ、こういうふうにね、まず覚えておくといいと思います。 なので、フォトトロピンが生殖光を受容しているとき、まあそれはね、太陽の光が植物に当たってるんだってね、植物は認識して、それによって気候を開きます。で、光合成に必要な二酸化炭素を取り込むわけです。一方で、乾燥しているときは、それによってアブシシン酸が合成されて、それでね、気候を閉じるんですね。まあ乾燥しているときですので、気候を閉じることで、蒸散による水分の損失を抑制するわけです。でまた、 このね、フォトトロピンの働きや、アブシシン酸の働きによって、まあ、イオンの流入、あるいは流出が起こって、で、後変細胞の、まあ、浸透圧が変化することで、そのね、後変細胞の暴圧が、まあ、上昇したり、低下したりして、それによって気候は閉じたり、開いたりしています。で、その仕組みについては、ベーシックの方で説明していますので、そちらもね、見ていただけたらと思います。で、あと、その他のね、現象についても、ここで触れておきたいと思います。 その他の現象としては、食害応答、病原菌応答というのが教科書には出てきているんですけど、特に食害応答を引き起こすホルモンとしてはジャスモン酸。また、病原菌応答を引き起こす物質としては、ファイトアレキシンとかサリチル酸というものを覚えておいてもらえたらと思います。ここら辺もですね、ベーシックのテキストに載っていますので、ぜひ参考にしてください。 では問いの4番に行きましょう。気候の開閉調節が直接関係する現象として最も適当なものを一つ選べというまあお話なんですが、まあ、これに関してはですね、先ほどの話のちょっと、ね、発展的なお話ですで。結論から言うと正解は3番となります。実はそれ以外の選択肢ね、言ってることは正しいんですね。例えば葉の表面の口くらを発達させ、水の蒸散を抑える。 確かに葉の表面で口くが発達している葉っぱというのは、葉の表面からのまあ蒸散が抑えられるんですね。だからこれ言ってること自体は正しいんだけど、気候の開閉調節とは関係ないので、だから一番×ということになります。まあ、なので、その他の選択肢についても、言ってることは正しくても気候の開閉調節とは関係ないですよっていうところなんですけど、まあ、3番に関してはこの気候の開閉と関係があります。それについて黒板の方で説明します。 ではここで、その気候の開閉と絡めて、植物体内での水の運搬について説明をしたいと思います。まず、水の運搬は、植物によって起こる、まあ、蒸散。また、凝集力。そして、根圧。まあ、主にですね、この3つの力によって、その植物体内では水が移動することになります。で、気候が開いた時に、まあ、蒸散が起こるわけなんですが、まあ、そうすると、葉っぱの中の水が減るわけですね。まあ、そうすると、その分だけ水が このね、茎の方から葉っぱの方に移動してくるわけです。で、その時に水っていうのは、そのね、水と水の間の分子管力によって、水はね、連なった状態になってるんですね。で、その時の、まあ、その水の分子管力のことを、凝集力と言います。凝集力が働いた状態で、この水の列がですね、葉っぱの中に入ってくることになります。そうすると、今度はそのね、茎とか根っこの内部で、まあ、水がね、減りますので、まあ、その分だけ根っこを通して、地中から水が吸い上げられるわけです。 でその時に働いている力を根圧と言います。なので結論としては気候が開いて蒸散が起こると、まあ、そのね、水が減った分だけ根っこから水がね、えー、吸い上げられますよっていうことになりますので、なので、問い4番の選択肢3番ですね。まあ、晴天の日は吸水量は昼の間大きく、夜になると減少するとありますが、まあ、昼の間というのは生殖口がフォトトロピンによって需要されて、それでまあ気候が開きますと。 で、その分だけ蒸散が起こりますので、だから根っこから吸水がね、たくさん起こるわけですね。それに対して夜は生殖口が少ないので、まあ、気候は閉じている状態と。だから根っこから吸い上げる水の量は少なくなるということになります。では最後問いの5番に行きましょう。植物は様々な環境要因に応答し、成長や発生を調節している。細菌などの病原体も環境要因の一つであり、植物はこれに応答し、抗菌物質の合成などの 感染を防ぐ反応を開始する。下線部に関して次の文章中の区から子に入る語として最も適当なものをそれぞれ一つずつ選べということで、センター試験2018年の問題となります。では文章の方を読んでいきましょう。では見ていきます。植物が乾燥にさらされると葉においてホニャララの濃度が上昇し、その作用によって気候が閉じるとありますので、まずね、最初に乾燥と出てきていて、その後に気候が閉じるとありますので、区にはアブシシン酸が入ります。で、その後、 しかし、トマト汎用細菌病菌は、ある種の化学物質を分泌し、アブシシン酸の有無に関わらず、気候を開かせ、植物体内へ侵入する。また、稲ばかない病菌は、種子の発芽や茎の身長を促進する植物ホルモンである毛を分泌し、苗の異常な身長を誘導する。で、毛のね、直前には、 種子の発芽や茎の伸長を促進と書いてあって、またその後にね、まあ、異常な伸長を、ね、誘導しますよとありますので、ここはジベレリンとわかります。そしてその後、バラコント岩種病細菌アグロバクテリウムは植物に感染すると、自らが持つ DNA の一部 TDNA を植物の DNA に組み込む。TDNA 上には植物ホルモンであるオオキシン及び個の合成に関わる遺伝子があり、 感染部位では、それらのホルモンの作用によって、カルス状の細胞界が形成されるとありますね。で、これに関しては、その教科書とか資料書に載っている、組織培養のね、お話を見るとわかるんですけど、このカルスがね、出てくるお話というのは、まあ、オオキシンとサイトカイニンがセットになります。まあ、なので、そのオキシンとサイトカイニンの濃度をね、うまく調節することで、脱分化させたり、細分化させたりすることができるんですね。 それはですね、その資料集などで確認をしてみてください。ということで、最後の空欄にはサイトカイが入ります。よって、答えは、区にアブシシン酸の1番が入って、県にはジベレリンの6番が入って、そして、こにはサイトカイの7番が入ることになります。ということで、今回は様々な植物の環境応答について勉強したんですけど、特に気候の開閉調節はいろんなね、現象と絡めてよく出てきますので、きちんと復習をしておいてください。 では、今回は以上となります。お疲れ様でした。今回も授業お疲れ様でした。生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますので、そちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では、共通テスト対策とか、私立国立とかの対策をやっていますので、そちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では、皆さんお疲れ様でした。